松尾グラデーション。さあ前回ですね、長田グラデーションをやりまして、はい、まあ好評につきちょっと松尾グラデーションもやってみようかなということで、はい、揃えました。はい、ちょっと、いやすごいですよ。なんか似てるって言われてる人からちょっと、はい、あ、そんな人いるんだっていう、僕も知らなかった人もちょっとこれ誰ですか。これ多分あれですよね、この方、あのワールドカップの審判、はいはいはい、言われてたね、確かに言われてた、松尾が審判してるみたいな、言われてた、言われてた。ちょっとだから、まあ、テーブル1個さんいますけど、はい、まあ、1個さんは、まあ、正直声の方が、そうそうそう、その身長は一緒なんだけど、うん、でも IKKO さんにあのメイクしてもらったやん、1回、うんうん、あの時はそっくりやったやん、すごかった。あの IKKO さんをメイクしてる IKKO さんのお弟子さんがやってくれたけど、やっぱりいや、そっくりやった、やっぱあれはね、すごかったね。でよく出てくるね、夢丸くん東海の、よく出るわ、よく名前見るよ。あとはまあまあさ、まあ、チャリさんね、DJ チャリさん。DJ チャリ。この間も仕事しましたけど、僕、はいはい。だからそうだよね。だから髪型っていうのね。髪型がでかい。ね、だからイジリさんの初期型でしょ、だから。そうそう、だからこの中で言ったらもしかして一番遠いかもしれない、今はもう。じゃあだからちょっと松尾で、うん、で、こう来る。なんでだよ。なんで一番近くが栗まんじゅうなんだよ。いや、おかしい。もう人間じゃねえじゃんかよ、俺もう。そっくりだよ、これ。いや、今ちょうど髪も、うん。切っても。今そっくりよ。この、ちいかわの栗まんじゅうより本物の栗まんじゅうの方が似てる。なんだろうなぁ。あー、これね。森くん、どんぐりずの。はい。この方もよく。はい。うん。ドライフリット。ドライフリット。あの、お菓子が。お菓子のね。よくなんかまあ似てるな、似てる、言われるな。だから最近で新海誠監督だよね。だ俺的には顔本当にまあモノマネして一番顔似てたのは新海監督なの、うん、本当にそうだよね、結構こうだよね、うん、あでもやっぱマリン監督、マリン、そう、あの中国の卓球の監督、これだからどっちにどうするかだよね、これだから、うん、こうさんこっちで栗まんじゅうをこっちするか、うん、多分で栗まんじゅうのもう一個こっち側に、うん、このごま団子プラモっていうのもそれ何それ、いやなんかこれは誰似てるかなみたいなグループラインでこう誰かいますかみたいな、うん、作家から、うん、で誰かいるかなと思って、うん、LINE ニュースパッて開いたらこれが一番最初に出てきたで髪の感じともう自分で言いたいこの、まあ、ブツブツの感じ、ブツブツの感じ、あれと思ってですぐ送った、うん、まあまあでもちょっとバランスがな、だからこうでしょ、まあそっか、でこうでしょ、うん、実写版来ないかな、ガリガリ君、あガリガリ君ちょっとな、あ谷崎潤一、俺これはあんま言われたことないけど似てるみたいなのがあったでしょ、これあったね、結構さんとこっち唯一モノマネして怒られたやめてよ松尾くんって言われたでもまあこうか、うーんねえこれどうだったのベビーバギーさんで確かにちょっと似てたりして似てたよね、だからこれ IKKO さん系でしょ、これそうだね、でこうなってくるのか、どっちだ、こっちか、挟むなよ橋本環奈、橋本環奈ちゃんは本当に俺でもちょっと待って、これで見てちょっと目はねやっぱ近いものがあるはずなの、この目、まあまあまあ、この感じ目、ね、うん、だから俺が女の子になると橋本環奈ちゃんになるはずなんだよ女性でこういう感じか、うん、どうだ、うん、でこうで、あいやだからこの髪型系だよね、こっち、じゃあ髪型系しようよ、で顔系でしょ、顔系、ああ花田さんもそうかな、うん、
マキさんね。ああ。うん。やっぱイジリさんはちょっと外れてるね今ね。うわそうだね。うん。まあ、こうなるのかな。ああ。でこう。マキ選手がそっちなのかな。まあこう。まあでも顔じゃない。顔なの。髪もなんかあるじゃないかな。アンバルトンがどこに入るかだよね。ここら辺じゃないかな。ここら辺かなやっぱ。こう。こうなるのかな。あーあーまあいやまあでもまあ悪くない。悪くない布陣よこれは。うん。うん。うん。あとねちょっとここら辺付近で、うん、もうこの人やってくださいって来るでしょ DM で。でなんか中国の。うん。なんかふわふかふかのベッドマットを紹介してるおじさん、はい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 、がめっちゃ送られてくるの。あ、はいはいはい、なんかゴムっぽいやつでビョーンっつって紹介してるおじさん、はいはいはい、あるね。そう、そのおじさんもね、ただでもそんなん言ったらもう切りないからなもう。いやでもでも揃えたいよね、うん、え、こここうか。いや俺はもうこれはちょっとこう言ってほしい。俺はだってもう俺ははって思ったのもモノマネずっと新ネタみたいな毎週 やってた時に怒られるよこれ。週でもいいんじゃん。いいや怒られるってまたもうやめてよって言われるから。見てるか分かんないけど。いやだからここがこうなんじゃないのこれ。こうなんじゃないのこれ。ベビーいやカンナちゃんで欲しいよ俺は。IKKO さんがなこれまた変なところだこれ。だって IKKO さんなんかちょっと IKKO さんがうん、ちょっとこっち来んのかな逆に言えばこうじゃないの。ベビーバギーさん。いやどちらかというとねこう嘘流れで言うといやこれいやここがこうじゃないだろこれ。いやこれどう考えてもこっち来ないだろこっちに。いや違う。なんとなく目似てるっていうあるけどその存在自体はもうはるか遠いよお前。いやいや近いと思うんだよね。こういう感じか。うん。人じゃない人じゃないからなもう。マリン監督の次はこれになるんだからねもう。でそう考えるとちょっと違う気もするけどねなんかね。うん、だからこのラインナップこうなのかな。こうじゃない。 あまあまあまあね。そうなってくるとこいつここに入ってくるのすごいよね。いやすごいよ。東京駅とかでも売ってるの。品川駅とかそういうデパートの、うん、に売ってるお土産の ポテチみたいなのであるんで、うん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 、まあ、でもまあ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 、うんうん、いいんじゃない。いいグラデーションじゃない、うん。これも何なんだよ。縦のラインやばいな。縦のラインやば。ゴマ団子から橋本環奈行く。まあグラデーションだから、ね。グラデーションなのに。だから橋本環奈ちゃんもいつかこう、うん、ここの絶対ならないよ。ここの感じには。絶対ならへん。あでもこれ夢丸夢こうじゃない。こうか。うん、どうだ。そうだね。髪うん。うん。ドライフリーとかかなり近づいてきたもん。めっちゃ近いじゃんこいつ。ああいいんじゃないですか。まあそうだね。うん。ということでですね。はい。マットレス売ってる人詳細分かったらちょっと送ってきてください。はい。なんか俺もなんかめちゃくちゃ来てんだけど俺のやつも結構。でももう一回見てもめっちゃ来るからもう。すぐ削除するようにしたの。あとここであれなんですけど、蛙化現象をやって、はい、から僕の DM にカエルの画像を送ってくる人がいます。動画とか。事後報告になるんですけど、そういう方全部僕ブロックさせてもらってますんで、もう二度と僕のインスタ見れないようにしてます。もう絶対に送らないでください。本当にやめてくださいね。マジで。振りとかじゃないんで。嫌なことしてます。まあ、ね、まあ、まだその、可能性あるぞっていうのがあれば。俺なんか、うん、
なんかあれ来てエジプトのなんか石像みたいなの来たんだよ。あ、これすごいわ。すごいっしょ。お体型といい。これすごいよね、なんか俺を彫刻したらもうこれだよね。なんか髪とか肩幅とか肩幅これパーフェクトに近いよ。かなりパーフェクトに近い。もうお皿さんだったらすぐここに来るぐらいの。あとあの神田祭のお祭りのポスター。本当だねえ、ぽいよね。受け付けておりますので。他俺ら以外でもなんかできないのかな。勝手にグラデーション、うん、あのマットとか。ああ。シソンヌの長谷川。シソンヌの長谷川。シソンヌの長谷川ってあんま聞かなくない？誰に似てんの？カンナムスタイルの。ああ。サイ。と大橋巨泉さんとかか。とか。ああ。ヒルカワさんとかもしかしたらあるのかな。うわあ、ヒルちゃんグラデーション。うん、ヒルちゃんグラデーション。おもろいな。まあ、りょうさんは入ってきて、まあ、近めのりょうさん入ってきて、一番端、髪の毛たわしでしょ。結構近めのとこだと思うけど。久しぶりにインポッシブルさん呼んで。確かに、ちょっとやってやるか、ちょっと、うん、はい、それでは、以上です。気持ちよすぎる。VTR の控え室。